太陽の神ニカは、ミンク族を月から解放した戦士、ニカの力を覚醒させたルフィの姿と、ミンク族のスーロン化の姿は非常に似ている。加えてニカに覚醒したルフィと月は、とても印象的に描かれており、何か共通点を感じる。これはどういうことなのか？エネルの復活させた月の古代都市ビルカの動力は電気。電気で動いていたこの都市は、ミンク族を奴隷のように働かせ、ミンク族のエレクトロの電撃を資源として稼働していた。そこで登場したのが太陽の神ニカ。ニカはミンク族を解放し、月から青色の星へ逃した。そして千年前より、ミンク族はズニー社の手に住み始めた。この伝説が、解放の戦士として言い伝えられているのではないだろうか。ミンク族が月を見ると凶暴化するのは DNA レベルで月に対して恨みがあるからではないだろうか。フォロー、コメント、高評価。